はい、どうも、ティーチャーです。今回はね、花火大会イベントが今ね、開催されたんで、ちょっとね、こちらやっていきたいと思います。ということで、イベントからですね、これ夏祭りから、こちらですね、花火大会ってあるんですけど、こちらのイベントがおそらく解禁されたと思うんで、こちらやっていきたいと思います。で、これがですね、ミッションがあるんですけど、これをやっていくと、バインド金券がもらえるみたいですね。なんかちょっと、今までとちょっとパターンが違うミッションなんで全然わかんないですけど、センター街でたこ焼きを購入して10人倒すとか、どういうこと？って感じですけどね。まあ、ちょっとあんまりわかりませんけど、まあとりあえず入ってみましょうか。はい、じゃあ入ってみましょう。今やっと入れるようになったんでね、行きます。はい、ということで、花火大会の期間中20時から22時の間は5分間の打ち上げ花火のラロリが何度も開かれます。5分間の打ち上げ花火のラストに落ちてくるパラシュート花火を拾ってミッションを達成しよう。なるほど。はい、なるほどね。で、なんか、お店があんのかな？お店があって、なんか買うみたいね。はいはい。なるほど。ああ、いいね。すごい。なんか、ほんまにお祭りみたいになってますね。なんか、屋台とかも出てますけど、こんな感じで。これ買えるんすかね？あ、買えるんだ。はい。綿飴を購入すると、狙撃のダメージアップ。なんか、これ通常で反映されるみたいですね。なるほど。これ全部買ってもいいのかな？別に。買っちゃダメ？買っていいのかな？ああ、これで10人撃破とかです。なるほどね。ここで購入して通常をやるって感じね。なるほどね。はいはいはい。ダメージアップとか。はいはい、なるほど。まあ、おそらくですけど、見た感じだとこれ全部買えそうなんで、ああ、でもこれ条件付きとかもありますね。っていうのがあって、まあ、とりあえず全部買っていいのかな？買いましょう、じゃあ。日付が変わるまで有効ですって書いてますね。じゃ、とりあえず全部買ってみて、全部買ったか。花火は上がんないのかな？花火見に来たんですけど、私。花火上がらないんですかね？っていう感じで、とりあえずなんか通常と連動してるミッションみたいですね。花火が上がん、ちょっと、もうちょっと花火上がるか。待ってみましょうか。なんか、俺の画面に入ってきてる人いるな。どうやったら花火出るんですかね？ここで出るのかな？何も出ないよね。はい。で、今、おそらく、能力を今、もらってるんで、おそらく通常に行くと、今、あれなんですよね。これ、今、対象中なんで、これ結構むずいぞ、これ。狙撃銃を使用して300メートル以上の敵を倒す。これ結構むずいよ。これかなりむずいけどね。このちょっとね、花火に関してはちょっとあんまわかんないんだよね。花火はいつ降るん？ 5 分ずつ花火が起きるのかな？ちょっともう一回だけ入ってみよう。あ、花火。花火だ。どこだ、花火。え、どこ？あ、あれか。おお、花火だ。っていう、まあ、花火が見れるっていう、まあ、カップルとかにはうってつけみたいなやつですかね。ヘイチャさんおる言うてる。あ、じゃじゃ、やめろー、やめろー。わ、花火長いな。ちょっと、花火長えな、おい。いつ終わるんだ、この花火は。あ、降ってきた。降ってきた。あれだ。多分あれだ、これだ。ちょっと待って。俺はこれ欲しい。やめろ。俺それ欲しい。やめろ。俺はそれが欲しいんだ。やめてくれ。俺これ欲しいんだよ。取れたかな？取れた？なんかトゥラントゥラーン言ってるけど、取れたかな？まあ、取れたってことでいいでしょう。戻りましょう。取れたんかな？音はしたけどね。トゥラーン言ったけど。ポルトハンってなってねえじゃねえか、おい。取られたのかよ。はい、ということで、まあ一応ね、さっきみたいな感じで取ればゲットみたいですね。はい、ということでね、こんな感じでイベント来てますんで、ぜひぜひ皆さん、金券ゲットしてみてください。これ一応結構ね、期間長いんで、まあゆっくりやっても大丈夫かなと思います。ということで、1、2、3、4、5、6、7、8。ということで、全部やると800金券もらえるということで、ぜひこちらね、やるようにしてみてください。ちょっとね、一番難しいのは、狙撃で300メートルが倒すのがちょっと難しいかなって、個人的には思いますね。花火大会と同時に、イベント来てまして、これですね。イベント来てるんですけど、何やらこちらは水やりをなんかやるみたいな感じなんですけど、結構大変なんですよね、このイベント。1日4回まで上限があって、1試合行くと1ポイント貯まる感じで、通常に1日4回行って、水やりが4回できる感じですね。で、やっていくと、アイテムがもらえる感じですね。いや、これ大変だな、結構。で、一応、注意
がありまして、激戦野原と嵐の半島のみ可能って感じですね。なんで結構大変なイベントですね。1日4試合は必ず行かないといけないという、結構ね大変です。ましてや僕3アカ使ってるんで、めちゃくちゃ大変なんですよね。はい、そんな感じのイベントも来てるみたいです。で、なんか水やりをするなんかフレンドに助けてもらうみたいな感じもねできるみたいです。はい、ということでそんな感じでイベント来てるんで、同時にやっていったらね楽なんじゃないかなと思います。なんでイベントさっき全部一気に購入できるって言ったんですけど、おそらく最後の一つが反映されるみたいです。イベントやりつつ、さっきの水やりイベントもやれば効率よくねできるんじゃないかなと思います。はい、ということで皆さん、花火大会イベントめちゃくちゃ大変ですけど、頑張ってやって金券ゲットしましょう。